日本ではノースウェストダービーとしても知られているマンチェスターユナイテッド FC とリバプール FC の試合はイングランドの競合同士による世界的に注目を集めるビッグマッチの一つである。イングランドダービー、イングリッシュダービーと呼ばれることもあり、イングランドのナショナルダービーであるとされる。両クラブはイングランドで最も成功を収めてきたクラブの一つであり、 これまでマンチェスター・ユナイテッドは66個の、リバプールは63個の主要なタイトルを獲得している。この対戦はメディアの関心も高く、イングランドで最も注目を集める試合の一つである。ユナイテッドで長らくプレーしてきたライアン・ギグスは、この対戦をイングランドで最も名高い対戦かもしれないと主張した。両クラブのサポーターがよって暴れるのを防ぐために、 しばしば正午にキックオフされる。マンチェスター・ユナイテッドの本拠地オールド・トラフフォード領、クラブのライバル意識は産業革命期にすでに存在していたと考えることもできる。当時、マンチェスターは優れた技術を用いた工業都市として有名であり、一方でリバプールは重要度の高い港湾都市として有名であった。マンチェスターが作り、しかし、 1894年に無謀とも言われた世界最長の人造運河、マンチェスター運河が開作され、大型船がリバプールの街を飛び越えて、直接マンチェスターに積み荷を届けることが可能になった。運河の完成は貿易におけるリバプールの地位低下を意味し、結果的に港湾地区での仕事が減ったため、リバプールの人々の間でマンチェスターの人々への敵意が芽生えていくようになった。 歴史家は一般的に両都市にライバル意識が生じたターニングポイントを運河の完成であるとみなしている。ユナイテッドのエンブレムには運河を航行する船が描かれており、マンチェスターの貿易のルーツを移している。この船はマンチェスター市議会やマンチェスターシティなどマンチェスターの多くの組織のエンブレムにも含まれている。1970年代から1980年代に かけて、繊維製品の需要低下が直撃すると、イギリス国内全体の工業の衰退に伴って、両都市は衰退したが、その後両都市は再び発展して、成功を手にし、今やマンチェスターは、世界都市であると認識されている。近年では、マンチェスターは2002年にコモンウェルスゲームズを開催し、リバプールの本拠地アンフィールドユナイテッドとリバプールは、 それぞれ50以上の主要なタイトルを獲得し、自らがイングランドサッカー界最高のクラブであるとアピールしている。ピッチ上での熱気ある試合同様に、両クラブは収入やサポーター数の観点からも世界最高のクラブの一つであるとされている。リバプールは1970年代と1980年代のイングランドサッカー界を支配し、 この期間中に11度のリーグ優勝と4度の UEFA チャンピオンズリーグ優勝を果たした。1983から84シーズンにはリーグ、フットボールリーグカップ UEFA チャンピオンズリーグの3冠を達成した。しかし、1990年代と2000年代は、ユナイテッドがイングランドサッカー界を支配し、期間中に12度のリーグ優勝を果たした。 ユナイテッドは1998から99シーズンにリーグ FA カップ UEFA チャンピオンズリーグの3冠を達成し、2007から08シーズンにリーグと UEFA チャンピオンズリーグの2巻を達成した。両クラブは国内でも国外でも成功を収めており、UEFA チャンピオンズリーグではリバプールが6度、ユナイテッドが3度の優勝を果たしている。 2009から10シーズンにはユナイテッドが国内主要3タイトルで通算33個目のタイトルを獲得し、リバプールのタイトル数を初めて上回った。2010から11シーズンにはユナイテッドがリーグ戦で19度目の優勝を飾り、並んでいた優勝回数でリバプールを上回った。リバプールは1991の92。 シーズン以来リーグ優勝から遠のいていたが2019から20、なお31節での優勝は史上最速記録であった。1993年以前の FA コミュニティ、シールドは同点の場合、大会規定により両クラブ優勝となった。ユナイテッドは17度単独で優勝し、4度優勝を分かち合っており、リバプールは10度単独で優勝し、5度優勝を 分かち合っている。さらに、対戦相手へのライバル意識は、選手自身にも及ぶ。ユナイテッドのウェイン・ルーニーは、リバプールのローカルライバルエバートンの株。また、リバプールのスティーブン・ジェラードは、彼の家まで映画の撮影に来た監督を捕まえ、試合後に、相手選手と交換していたユニフォームのコレクションを、見せびらかしたことがあるが、彼の家に、ユナイテッドの選手のユニフォームは一枚もない。 ユナイテッドでプレーしたガリー・ネビルは過去にリバプールへの嫌悪を公然と述べ2007年の対戦でジョン・オシェイがロスタイムに決勝点を挙げた際にはオシェイの偉業を彼にとっての生涯の夢だと表現した。ネビルは2006年にリバプールサポーターの前でゴールを祝いユニフォームのエンブレムにキスし吠えて喜びをあらわにしたことでリバプールサポーターから強い非難を浴びた。 ヒルズボロの悲劇を伝える横断幕1970年代から1980年代には、イングランドサッカー界でフーリーガン熱が高まりを見せ、両クラブの間で代償様々なフーリーガン同士のさかいが起こった。それ以降の現代の試合においては、両クラブのサポーターによる暴力行為は減少し、事件は滅多に起こらなくなった。それは、 スタジアム内の警官の増員や、両クラブのサポーター同士を隔てておく。身体的な暴力は、もちろんのこと、両サポーターはしばしばヘーゼルの悲劇や、ヒルズボロの悲劇などを題材にした、好ましくないちゃんとで相手をあざける。1996年の FA カップ決勝では、優勝したマンチェスター U の選手たちが、貴品席から優勝トロフィーに向かって歩いている際に、 正体不明のリバプール FC サポーターがマンチェスター U のエリック・カントナを叩きアレックス・ファーガソン監督にパンチを食らわせた2006年の FA カップ5回戦で両クラブが対戦した際には試合中に足を骨折して救急車で病院に運ばれていたアラン・スミスがリバプール FC ファンに襲撃されたまたこの試合ではマンチェスター U のサポーターが仮想会の リバプール FC のサポーター席に向かって糞尿などの異物を投げ込んでいる。リバプール FC がチェルシー FC と対戦した同大会準決勝はマンチェスター U の本拠地であるオールドトラフフォードで行われたが、この試合ではシリアルキラーのハロルド・シップマンの落書きなどが投げ込まれた。1990年代後半にリバプール FC のサポーターが敵将ファーガソン監督に向かって 卵を投げ込んだことからアンフィールドではアウェーチームの入場口に近づくことが禁止されている。2011年3月にはアンフィールドで FA ユースカップの試合が行われたが、この試合はマンチェスターユーサポーターが発端となったヒルズボロの悲劇やヘーゼルの悲劇などの悪意のあるちゃんとで台無しにされたとデイリーメール氏は報じた。さらにこの記事では、 6人のマンチェスターユーサポーターが、品性を欠く振る舞いで、スタジアムから放り出されたとも伝えた。かつて、リバプール FC でプレーした FW ジョン・オールドリッチは、この試合を観戦しており、ののしりの度合いは本当に、うんざりするほどであったとリバプールへ講師に語った。2011年1月、マンチェスターイブニングニュース紙は、オールドトラフフォードで行われた FA カップ3回戦後における、 ミブとザ・ウーチンズの小競り合いを報じた。この事件では何人かのリバプール FC サポーターが負傷し20人から30人が逮捕された。2007年に遺跡をめぐって問題となった永世代二次世界大戦前にはトム・チャールトン、ジャッキー・シェルドン、トム・ミラーなどが第二次大戦後にはトマス・マクナルティが両クラブ間を直接遺跡した。 1964年にフィルチスナルがマンチェスター U からリバプール FC に移籍してからクラブ間のライバル意識が激しくなり、その後は半世紀近くも両クラブ間の移籍は行われていないが、何人かの選手は両方のクラブでのプレーを経験している。ポール・インスはインテルを間に挟み、ピーター・ベアズリーはバンクーバー・ホワイト・キャップスと入荷するユナイテッド FC を間に挟み、 マイケル・オーウェンは、レアル・マドリードと入荷する U を間に挟んで、両クラブに在籍した。2007年には、アルゼンチン代表のガブリエル・エーンセが、リバプール FC に移籍する、可能性があった。リバプール FC は、マンチェスター・ U が定めた、移籍金680万ポンドを準備していたが、マンチェスター・ U は、優勝を争っているライバルに、エーンセが移籍することを認めず、移籍するならば、 イングランド国外のクラブのみであるとエインセに伝えた。エインセは契約に反するとしてプレミアリーグの仲裁委員会に訴えたが、仲裁委員会はエインセの主張を却下した。エインセが遺跡願望を公言したことはマンチェスターユーのファンには究極の配信行為に移り、かつて彼に敬意を表したちゃんとを歌った彼らはエインセに背を向けた。 エインセは結局スペインのレアルマドリードに売られて移籍した。ダービー史上最多の41試合に出場しているギグス1910年2月19日、オールドトラフフォードのコケラ落としとしてダービーが行われ74分までにマンチェスター U が3から1とリードしたが、そこからリバプール FC が立て続けに3点を奪って逆転し、ホームチームの晴れ舞台に泥を塗った。 1977年には FA カップ決勝で両者が激突したが、カップ戦の決勝で対戦するのは初めての出来事だった。試合は5月21日に旧ウェンブリースタジアムで行われ、すでにリーグタイトルを手にしていたリバプール FC は4日後の UEFA チャンピオンズカップ決勝と合わせてのトレブルに挑戦した。マンチェスター U が スチュワート・ピアソンの得点で先制し、リバプール FC がジミー・ケースの得点で追いついたが、マンチェスター・ユーのジミー・グリーンホフが決勝点を決め、2から1で勝利して、リバプール FC のトレブルの夢を打ち破った。6年後の1983年3月26日、両者はフットボールリーグカップ決勝で対戦した。リバプール FC はアラン・ケネディとロニー・ヒーランが得点したが、 マンチェスター U はノーマンホワイトサイドの1点に終わり、リバプール FC が2-1で勝利して、同大会3連覇を果たした。リバプール FC のボブ・ペイズリー監督は旧シーズンの長期政権を築き、在任中にリーグ優勝6度、UEFA チャンピオンズカップ優勝3度など、国内外で数々のタイトルを獲得したが、この1982から83シーズンが、 ラストシーズンとなった。1987から88シーズンのリバプール FC は2位に勝ち点11差をつけリーグ戦終了まで1ヶ月近くも残してリーグ優勝をほぼ確定させてマンチェスター優先に臨んだ。マンチェスター U はアレックス・ファーガソン監督がシーズン開幕から指揮を取った初のシーズンであった。4月4日にアンフィールドで行われた試合は リバプール FC がベアズリー、ガリー・ギレスピー、スティーブ・マクラーレンの得点で3から1と2点のリードを築き、退場者を出した。マンチェスター U は厳しい立場に置かれたが、後半にはマンチェスター U のブライアン・ロブソンがこの試合2得点目を決めて流れを引き戻し、残り12分にゴードン・ストラカンが同点ゴールを決めて3から3の引き分けに持ち込んだ。 1994年にアンフィールドで行われた対戦も3から3であったが、今度はリバプール FC が敗北の窮地から追いついた。プレミアリーグ開始後にシーズン目の1993から94シーズン、1994年1月4日にアンフィールドで行われた対戦は25分までに、スティーブ・ブルース、ライアン・ギングス、デニス・アーウィンが得点して、 マンチェスター U が3から0とリードしたが、リバプール FC はナイジェル・クラフト・ナイルル・ドックが得点して勝ち点1を手にした。1月末に解任されたグレアム・スーネス監督にとっては最後の奮闘であった。1995年10月1日、マンチェスター U のエリック・カントナはクリスタル・パレス FC 戦での観客暴行による8ヶ月の出場停止処分が解け、 オールドトラフフォードで行われたリバプール FC 戦で復帰を果たした。マンチェスター U はニッキー・バットの得点で早々に先制したが、リバプール FC のロビー・ファウラー一人に2得点を決められ、アウェイチームが2から1でリードした。しかし、マンチェスター U は71分に PK を獲得し、カントナが決めて2から2の引き分けに持ち込んだ。シーズン終盤、旧ウェンブリー・スタジアムで行われた。 FA カップ決勝で両者は再び顔を合わせた。試合はスコアレスのまま85分が過ぎたが、カントナの決勝点でマンチェスター・ユーが大会3連覇を果たした。1998から99シーズンにはマンチェスター・ユーが UEFA チャンピオンズリーグも含めたトレブルに挑んでおり、FA カップ4回戦ではダービーが実現したが、 リバプール FC が早々に先制点を挙げた。しかし、ドワイトヨークが同点ゴールを決め、ロスタイムにオーレグンナースールシャールが決勝点を決めて、マンチェスター U が勝利した。先制される展開、スールシャールがロスタイムに決勝点を決める展開などが、バイエルンミューンヘンと対戦した同シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝に似通っている不思議な試合だった。 2009年3月14日にオールドトラフフォードで両者が対戦した際にはマンチェスター U は首位を走っていたがリバプール FC は1990年以来となる優勝に向けた争いに出遅れていた試合は23分にクリスティアーノ・ロナウドが PK を決めてマンチェスター U が先制したが5分後にリバプール FC のフェルナンド・トーレスが同点ゴールを決め前半終了直前には スティーブン・ジェラードが PK を決めて、リバプール FC が逆転した。76分には、マンチェスター U のネマニアビディッチが退場処分を受け、さらに惨めなことに、マンチェスター U は、ファビオ・アウレリオとアンドレア・ドス・セーナにもゴールを許して、落ち着きを失った。オールド・トラフォードで4失点して、敗れるのは全大会を通じて17年ぶりのことで、 あったが、マンチェスター U は最終的にリーグ3連覇を果たし、リバプール FC は2位に終わっている。カップセンイングランドのナショナルダービーは、マンチェスター U とチェルシー FC の対戦とされることも、ある。ありがとうございます。